忍者は韓国が起源だろう。韓国人歌手のありえない発言に対し、有名映画監督が論破したことで注目を集めています。2009年に公開されたアメリカ映画「忍者アサシン」で主演を演じたレイン。その作品がロサンゼルスで表彰されたこともあり、レインは歌手としてだけではなく、ハリウッド俳優としてもその名を連ねることになりました。この作品の撮影中、レインは監督に向かって、日本が韓国の忍者を勝手に真似したんだ、と日本を見下すような発言をしました。しかし、この発言が親日家であった有名映画監督の逆鱗に触れ、あっという間に論破されることになったのです。有名監督はレインの発言に対し一体どのような反論をしたのでしょうか。今回はレイン主演の忍者アサシンの撮影現場の様子とそれに対する海外の反応を合わせてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。韓国スターレイン、日本を陥れるための非人道的な手段。レインは韓国を中心に世界中で活動している歌手で、俳優としてハリウッドデビューもしています。2010年6月にロサンゼルスで開催された MTV ムービーアワード2010のビゲストバッダースター部門に彼が主演俳優として出演した忍者アサシンがノミネートされました。そして韓国人俳優として初めて受賞したのです。そして彼が反日であることも有名で、日本のことが大嫌いだと公言しています。韓国人の中には幼い頃から反日教育を受けて育つ人も多く、レインもそのうちの一人だったのでしょう。反日教育の現場で使われる歴史教科書は日本に関する記述にかなり偏りがあるため、そのような教育を受けてきた韓国人は一番の敵は日本だという認識が強いのです。大人になってからも反日的な行動を取ることも珍しくありません。例えばレインの楽曲の中に I'm Coming という曲があります。そのプロモーションビデオは建物が崩れ落ちたり炎が燃え盛る中でレインが激しいダンスをしているというとてもインパクトがある映像です。その映像は海外の人が見ればなんてことない普通の PV です。しかし日本人から見れば腹渡が煮えくり返るようなものだったのです。なぜかというと、これは明らかに核爆弾投下直後の広島を舞台にしているように見えるからです。背景には原爆ドームがあり、苦しむ被爆者らしき人も映っていました。迷彩の服を着たレインが踊っている最中に大ジャンプをすると突然大爆発が起きます。この演出はまるでアメリカから飛ばされた核兵器による爆発のように見えるのです。多くの日本人が被害を受けた悲惨な出来事がこのような形で使われるのは本当に悲しいことです。戦争で亡くなられた方のことを思うと絶対に許せませんよね。さらにレインはムクゲの花が咲きましたという小説が愛読書などだそうですが、この本はいわゆる反日本なのです。簡潔に内容をまとめると、日本が資源不足に陥り韓国に侵略を仕掛けます。しかし韓国と北朝鮮が手を組んで核兵器を開発して日本を脅迫し、日本が韓国にひざまずくというものです。この本は映画化されており、私たち日本人が見れば最悪な物語ですが、反日の韓国人から絶大な人気を得ています。レインはとにかく核兵器で日本を陥れるのが好きなようですね。日本愛にあふれる映画監督、オシャウスキー兄弟。さて、そんな反日感情が凄まじいレインとは対照的に、世界的大ヒットを収めた SF アクション映画マトリックスの監督であるオシャウスキー兄弟は大の日本好きです。マトリックスの映像の中には日本のカタカナも交えられていて、かなりインパクトが強いものでした。2013年に来日した時のインタビューでは、東京は私にとって精神的なふるさとで、心はいつも東京と共にある。日本の兄弟の皆さんこんにちは、日本に戻ってくることができて嬉しいですなどと来日の喜びを兄弟揃って語るほどの親日っぷりでした。またとある取材で記者がアニメオタクである彼らのために日本文化を紹介している本やアニメ雑誌、好きな小説家として紹介していた村上春樹の作品1984の文庫本をプレゼントしました。当時兄のローレンスは性別適合手術を受けており、その後ラナに名前を変更していました。ラナはコスプレ特集のページを開き、私がここにいるかもしれないわねと大喜びの様子でした。弟のアンドリューもアニメ雑誌の表紙が気になったようで、この魔法少女マドカマギカは見ておいた方がいいと興味津々でした。記者が、以前あなたは日本は第二のふるさと、日本の作品から多くの影響を受けたと話していましたが、今でも日本のアニメやカルチャーに興味はありますかと尋ねます。するとラナが、もちろん大好きよ。最近は村上春樹の小説がお気に入りなの。彼の小説を読むために
日本語を覚えようかと考えたくらいだわ。それと水をかぶると男の子が女の子になっちゃう漫画ランマ、あの漫画も私のお気に入りよ。本棚に全巻並んでいるわ、と熱く語りました。性転換した彼女がランマ2分の1をお気に入りの漫画と話すのは納得ですね。この漫画は全38巻もありますので、全巻揃えているところから見てもどれほどその漫画がお気に入りなのか伝わってきます。ちなみに現在は弟のアンドリューも性別適合手術を受け、リリーに改名しラナ&リリー・ウォシャウスキー姉妹となりました。その後も自由時間が数時間しかないんだけど、最新の漫画を買いに行くならどこに行けばいい？最近流行っている漫画があれば教えてちょうだい、など記者に質問して終始盛り上がっていました。相当日本の作品が気に入っている様子で、短い自由時間をフル活用して漫画を買い漁っていたようです。日本アニメ原作映画でレインのわがままが炸裂。そんな日本が大好きなオシャウスキー兄弟がマトリックスの次に監督を務めたのが映画スピードレーサーです。これは日本のアニメマッハ555が原作となっています。原作となったこのアニメはオシャウスキー兄弟にとって初めて見た日本のアニメであり、それを映画化することは2人にとって長年の夢だったのです。日本のアニメ版の主題歌やオートジャッキでジャンプした際の効果音をアニメと同じものにするなど、原作のイメージをほぼそのまま映像化していました。この映画には重要ポジションのキャラクターとしてテジョという人物が登場しますが、この役を演じるのがハリウッド初出演のレインなのです。実はこのキャラクターは当初日本人として登場する予定でした。マッハ555が原作ですから当然ですよね。しかしレインは監督であり脚本を手掛けたウォシャウスキー兄弟に次のような直談判をしたのです。俺は韓国人だし、韓国人が日本人を演じるのはおかしい。テジョという人物の国籍を日本から韓国に変更してほしい。これにはウォシャウスキー兄弟も頭を抱えました。しかしレインが一歩も引かないため、役の設定を書き直すことになります。書き直してから大きく変わった点は名前と服装です。見てわかる通りテジョという名前は韓国人という設定になったから付けられたもので、当初とは違います。設定変更があったせいで家族との名前の整合性がなくなったようにも感じられますね。着用しているレーサースーツにはもともと文字は入っていませんでした。しかし韓国をアピールするためにレインがハングル文字のかっこよさをウォシャウスキー兄弟に熱弁し採用されました。そしてさらには背景のフラッグにまでハングル文字を入れるよう監督に言ったのです。作品内ではテジョが韓国人だとわかるようなシーンはありませんが、名前や服装から彼が韓国人であることは明白です。日本人役は日本人に依頼すればいいのではという意見は納得できますが、わざわざ韓国を主張するようにわがままを言うのはやりすぎですよね。そのせいかわかりませんが、公開当時はレインへの評判が悪く、人気投票に組織票で順位を上げた疑惑が上がっていました。レインが自分の思考を押し付けて口出ししたせいで悪役キャラのグダグダさが気になったなんてことも言われているようです。自分の意見を伝えることも大事ですが、映画全体のことを考えないといけませんよね。結果的にスピードレーサーは大失敗しました。レインのありえないわがままについに監督激怒。ウォシャウスキー兄弟は次に忍者アサシンという映画を制作しました。そしてなんとこの映画の主演がレインになったのです。ウォシャウスキー兄弟は今回脚本として参加していたのでキャスティングには関わっていなかったのかもしれません。ウォシャウスキー兄弟はレインの起用に不安を覚えたことでしょう。なぜなら今回はタイトルにもある通り忍者が主人公であり、脚本ではもちろん日本人の役だからです。撮影の初日にレインはウォシャウスキー兄弟を見つけると挨拶をしてすぐにこう言いました。忍者は韓国が起源なんだから韓国人役にしてほしい。日本の忍者は韓国のパクリだ。ウォシャウスキー兄弟は最初耳を疑いましたが、レインは続けて伊賀の忍者は韓半島移住民の子孫であり、ふるさとを懐かしんで半島にあるツツジを東京に植えたという説がある。実際に伊賀で忍者の指導者を輩出してきた服部家は白木系移住民である旗氏の家系として知られているんだと熱弁しました。韓国にも忍者がいるというものではなく、忍者は韓国生まれだというまさかの主張だったのです。これにはウォシャウスキー兄弟も黙っていませんでした。忍者という言葉ができたのは昭和30年代の日本だ。小説や映画、漫画に書かれるステレオタイプの忍者を起源だと思っているのならそれは単なる妄想だよ。
確かに歴史上では忍びと呼ばれるのは野党や人殺しの類の悪党であり、それを生業としています。ですが実際の忍者は武士に使わされて命を懸けるとても身分の低い者たちでした。韓国起源説を主張する人の多くは忍者をかっこいい人だと勘違いして本当の忍者を理解していないのですが、レインもそのうちの一人だったようですね。ウォシャウスキー兄弟に反論されたレインは何も言い返すことができず、罰が悪そうな表情で、そんなことは分かっていたと言い放ち、その場からいなくなってしまいました。結局この映画の主人公は予定通り日本人の忍者雷蔵で撮影され、無事に公開されました。今回はウォシャウスキー兄弟に論破されてしまったレインですが、公開後のインタビューでは懲りずに自分の演じた役は日本人ではないと主張しています。俺は日本人を演じているわけではないし、忍者が日本人でなければいけない理由はない。西洋で忍者は日本のものではなく東洋武技の一つだと考えられている。私が引き受けた配役はやはり日本人ではない東洋人に設定されているんだ。レインは最後まで日本人ではないと主張し続けていましたが、雷蔵という名前で日本人ではないのなら一体何なのか教えてほしいものです。そして大勢の前で朝鮮にも忍者はいると得意げにしていました。そんなに日本が嫌なら最初から日本人役を引き受けなければいいのにと思ってしまいますよね。しかしハリウッド映画に出演できるというメリットを考えれば話は別なのかもしれません。今もなお反日教育を続ける理由とは、韓国は日本の様々な文化や伝統をわざわざ捏造して起源は朝鮮半島と主張する国です。そもそも反日教育とは反日感情を植え付け、あるいは煽るために行うことを目的とされた教育です。この教育を通して正しい韓国の歴史を知るというような目的ではないということなのです。韓国をはじめ反日教育がなされているということはすでに世界的にも知られている事実ですよね。それでもなぜ反日教育を続けているのか、その理由はなんと韓国人が日本文化に触れるとたちまち親日派になってしまうからだというのです。韓国のとある作家は、日本留学に行ってくれば無条件でみんな親日派になる、民族反逆者となるのだと発言し、このような韓国人を断罪しなければ韓国の未来はないと主張しているのです。かなりきつい言葉を使った表現をしていますが、この発言もある意味日本文化がいかに魅力あふれるものかということをアピールしているようなものですよね。レインも頑なに日本文化を韓国のものだと主張し続けることは、見方を変えれば日本の魅力に嫉妬して僻んでいるように見られるのだということに気づいた方がいいかもしれませんね。海外の反応。この話題について海外のネットユーザーから届いたコメントの一部をご紹介します。アニメをはじめとした日本文化の素晴らしさは昔から世界的に評価されてきたよね。有名映画監督が認めるほどなんだから、同じアニメオタクとして胸を張って自慢できるよ。忍者の起源は韓国だと言いたくなるほど日本の忍者に対して憧れを持ってくれていたのかと思うと、なんとなく悪い気はしないわね。でも本物の忍者というものを理解した上で日本の歴史についても学んでほしいね。正しいことをきちんと知ればきっと考え方も改まると思うわ。日本のアニメも文化も海外から人気があるなんてすごいことだよな。それだけみんなが憧れを持っているということだし、日本に興味があるということだよ。これからもどんな作品が日本から誕生するのか楽しみで仕方ないな。多くの俳優がハリウッド役者に憧れる中、日本人役を韓国人にオファーするのは監督側も良くなかったのかもしれないな。韓国人なのに日本人役だなんて反日思想を持つ彼からすると苦痛だっただろうね。この映画監督のように世界には日本のことを第二のふるさとだと言ってくれる外国人が結構いるのよね。著名人が親日を公言するのはとても嬉しいものよ。みんなが日本に注目することになるからね。これからも日本の良さを世界中の人に知ってもらいたいわ。いかがでしたか？多くの人が日本文化の魅力について称賛していました。日本の作品は世界的にも知名度が高く、ボーダーレスなファンとの交流もかなり活性化されています。日本のアニメや文化がさらに海外に広まっていくと、今後も著名人によって日本の作品がリメイクされることが増えるはずです。そんな素晴らしい文化がある日本に生まれた私たちは幸せ者ですね。日本の素晴らしい作品がもっと世界に発信されることを期待します。今回の動画はこれで終わりです。ご視聴いただきありがとうございました。日本は貧乏で薄汚いでしょ。日本の鉄道を見下す反日韓国人がアメリカ人から衝撃の真実を突きつけられました。
1872年に新橋から横浜までの路線で開業した日本の鉄道。それ以来鉄道網は急速に拡大し、現在では全国に広がる大規模なネットワークを形成しています。そんな中、アメリカのとある学校に留学していた反日韓国人が様々な国の友達と日本旅行へ行くことになりました。そして反日韓国人が、韓国の鉄道が世界一でしょと発言したことで、その場にいた全員に動揺が走ったのです。しかしアメリカ人から思わぬ真実を聞いた結果、彼は衝撃を受け嘆き悲しむことになります。反日韓国人が言葉を失うほどの衝撃の真実とは一体どんな内容だったのでしょうか。今回は日本の鉄道が嫌いな韓国人のエピソードと、それに対する海外の反応を合わせてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。友達に好かれる日本人。こんにちは、僕は韓国生まれ韓国育ちのキムです。生まれてからこれまでずっと韓国で暮らしている純粋な韓国人です。ですが学生の時にアメリカに1年だけ留学していたことがあります。遠い国で言葉も文化も何もかもが違うので、カルチャーショックを受けたのですが、その中でも特に衝撃的だと思った話をしていきたいと思います。まず僕が留学先として選んだ学校は、留学生を積極的に受け入れている学校だったので、クラスには何人かの外国人がいました。アジア人は僕を含めて2人で、もう1人は日本人のマサシです。マサシは物静かな性格で消極的なタイプでした。同じアジア人ということでよくペアを組むことが多かったのですが、僕ははっきりと物を言うタイプなので、マサシとは正反対の性格。お互いに性格が合わないと思っていましたが、1年間一緒に過ごしたので愛着がありました。ただ思っていることをはっきり言ってくれないので、他人行儀に感じて嫌だなと思ったことはあります。アメリカ人の同級生は日本人らしくていいじゃないと言って評判でしたが、僕は彼らのその反応をなかなか受け入れられませんでした。アメリカ人も韓国人の僕と同じような感覚を持っていて、意見があれば相手にはっきり伝えるのが礼儀で、ちゃんと言葉にしないことは相手に失礼だと思っているはずです。意見をきちんと言えばコミュニケーションが円滑だし、より仲が深まりますからね。でも現地の同級生と仲がいいのは、僕よりも何を考えているのかわからない日本人のマサシの方でした。留学が終わり帰国した今だから冷静に思い返せますが、僕はきっとそれが悔しくて気に入らなかったんだと思います。だからマサシのことは断るごとにライバル視していましたし、日本という国自体を敵視するようになっていました。そんなある日のこと、僕とマサシの留学期間も残すところ2ヶ月となり、仲のいい友達と記念に旅行に出かけようということになったんです。行き先はみんなで話し合った結果、日本になりました。僕はみんなが行ったことがない国がいいと言いましたが、みんな日本に興味津々だったので日本に決定してしまったんです。日本人のマサシはみんなを案内すると歓迎ムード。でもたくさんある国の中から日本が選ばれたのが気に食わなかったし、僕は日本に行ったことがあるのでこの旅行はあまり乗り気じゃありませんでした。でもそれを表に出しすぎると反感を買うと分かっていたので、違う方向から日本のネガティブキャンペーンをすることにしました。そうすればマサシが悔しがる顔が見られると思ったし、旅行先を日本から別の国に変更することができるかもしれないですしね。日本の新幹線をディスる韓国人。早速日本を悪く言おうと思っていたところ、友達の一人がこう言ったんです。日本の鉄道にいつか乗ってみたいと思っていたんだ。僕はそれを聞いて、日本の鉄道に関する最悪のエピソードがあるのを思い出し、彼らに伝えることにしました。日本の新幹線なんか乗らない方が絶対にいいよ。僕がそう言った瞬間に僕に注目が集まりました。注目を浴びているこの瞬間、とてもいい気分になっていました。すると僕の言葉に反応した友達が、なぜ乗らない方がいいの？と質問してきました。僕はそう聞かれるのを待っていました。しかし日本の批判をしたいがために嘘を言っているわけではありません。この批判にはちゃんとした理由があるのです。実は僕は数年前に日本へ家族旅行に行ったんだ。その時に新幹線に乗ったんだけど、正直期待外れでがっかりしたんだ。見た目は普通の鉄道と変わらない作りで貧相だし、座席は狭かった。車両はガタガタと大きく揺れて、速度が遅いから目的地まで時間がかかるんだよ。しかも新幹線なのに車内サービスがないんだ。そんな乗り物、高速鉄道なんて言えないよ。それを聞いた友達は、それが本当なら確かに期待外れだね、と言いました。日本に対する理想と期待を取り払えたことに僕は喜びを感じていました。
だから日本なんかに期待しない方が絶対にいい。レベルの高い高速鉄道に興味があるなら韓国に行った方がいいよ。こう言えば旅行先を韓国に変更してくれるかもしれません。観光するなら自分の出身国じゃない方が楽しめると思いますが、この時の僕は日本よりも韓国を選んでもらうという優越感に浸りたかったのです。しかしその企みは思い通りにいきませんでした。でも今回は日本にしようってみんなで決めたし、新幹線がどんな感じなのかも自分で確かめてみたいから、友人にそう言われてしまい、旅行は結局日本に行くことになりました。ちなみにマサシはこの時も自国の日本をかばおうとしません。もし出身国をこんな風にけなされたら、僕なら猛烈に反論しますよ。日本人は本当に愛国心が足りないですよね。本当のことを言われて困っていただけかもしれませんが、日本の新幹線に驚愕。そして友達との日本旅行2日目、僕たちは東京から大阪に行くために新幹線に乗ることになりました。アメリカで話した時はみんな僕の話を信じてくれませんでしたが、実際に新幹線に乗ってみたら僕が正しかったとわかるでしょう。そう思いながらマサシの案内でホームを進むと、徐々に違和感を感じ始めました。前に乗った時と風景が違うような気がしたのです。以前の旅行で乗ったのも東京駅だったはずなのに。そして到着した新幹線の車体を見て確信しました。これが新幹線？見たことがないくらい綺麗ね。スタイリッシュなのに日本らしい奥ゆかしさもあるね。友達は新幹線を見て喜んでいます。そんな友達を横目に僕も新幹線を見て衝撃を受けていました。なぜかというと、数年前に見た新幹線と全く別の見た目になっていたからです。僕が以前見たのは普通の鉄道と同じような銀色の車体にカラフルなラインが1本入った古びたものです。目の前の真っ白でシンプルかつスタイリッシュなものとは別物でした。韓国にもこんなかっこいい形の列車が走ってるの？友達の一人がそんなことを尋ねてきて、僕は恥ずかしい気持ちになっていました。こんな乗り物は韓国にないし、僕のポリシーとして嘘をつくわけにもいきません。だから素直にどういうことだと声を漏らして動揺することしかできなかったのです。そんな僕を見てマサシが寄ってきてこんなことを言いました。もしかしてキムが前に乗ったのは新幹線じゃなくて快速列車のことじゃない？快速列車は新幹線じゃなくて普通列車と同じ路線を走るんだけど、いくつかの駅を飛ばす代わりに早く目的地に着くんだよ。新幹線と比べると運賃が安いから便利なんだけど、速さや見た目のインパクト、振動の少なさは新幹線に劣るんじゃないかな。僕はマサシの言葉を聞いて恥ずかしくなってしまいました。あれだけ日本の新幹線には乗るべきじゃないと言っていたのに、僕は快速列車を新幹線だと勘違いしていたのだから。友達は乗車中に早とちりなんだからと言ってずっと笑っていましたが、僕はとても笑える状況ではありませんでした。そして海外のことだから間違えても仕方ないよ、落ち込まないでとマサシにフォローされて、ますます惨めな気持ちになったのでした。韓国鉄道より優れた日本の鉄道。ここで笑って謝れればよかったのに、僕はヒートアップしてこんなことを言ってしまったのです。確かに僕は新幹線と快速列車を間違えていたかもしれないけど、そんなことは関係ない。韓国鉄道が日本鉄道より優れているのは変わらないからね。日本の鉄道より韓国の鉄道の方が上だろ。僕は強い口調で友達に同意を求めましたが、友達からは予想外の言葉が返ってきました。それはないと思う。そう答えたのはアメリカ人の友達。乗ったこともないくせになんでそう言えるんだ。僕がそう返事をすると、乗ったことがあるんだよ。君とマサシが留学してくる前に韓国旅行に行ってね。その時韓国の高速鉄道に乗ったんだけど、正直ひどかった。見た目は確かにかっこよかったけど、とにかく揺れと騒音がひどくて乗り物酔いをしたし、車内にはゴミが散らばっていて清潔感がなかった。それに比べて日本の新幹線は音も揺れもほとんどなくて感動したよ。あと今乗っているこの車内にも君以外に騒がしくしている人はいないし、日本人はマナーも素晴らしいよね。もちろんゴミも落ちていないし、今日新幹線に乗ってみてはっきりした。日本の鉄道は韓国の鉄道よりも上だということが、と言われてしまい、僕は言い返す言葉もありませんでした。すると気まずい雰囲気の中、マサシが話し始めました。乗車マナーはそれぞれの国によって良しとされる文化が違うから、どこが正しいとは言えないさ。それより見てよ、あの景色は僕のおすすめなんだ。いつもならマサシのこういう優しさを振りかざしてくるところが嫌いだったけど、
この時ばかりはマサシが話題を変えてくれるという優しさにちょっとだけ涙が出そうになりました。そしてマサシが指した景色は本当に美しかったのです。この出来事があってから僕は他人と自分を比べることをやめました。マサシの言う通り、人でも国でもそれぞれにいいところがあれば悪いところもありますからね。それをいちいち比べるのは無意味です。この時のように友達との中に亀裂を入れかねません。そして僕が謝罪をしたら、みんなもマサシも許してくれましたが、この時の出来事は僕の中で重要な教訓になっています。世界から称賛される日本の新幹線。韓国の高速鉄道は一般的にブランド名の KTX で通っています。日本でいう新幹線にあたる乗り物で、2004年に2兆円という予算をかけて完成し、最高速度は時速 305km を誇ります。当初はソウルとプサンをつなぐものでしたが、徐々に路線を広げ全国各地の都市間をつなぐようになりました。しかし実際のところ韓国鉄道には問題があると言われています。例えば2018年にカンヌン駅を発車してソウルに向かっていた車両が脱線事故を起こしました。出発してから5分後のことで、スピードがそれほど出ていなかったのが不幸中の幸いで、亡くなった人はいなかったそうです。しかし乗客198人のうち16人と駅員1人が負傷する事態になりました。この事故は分岐点の線路転換器の転換状態を表示する回線が誤って接続されており、信号システムに障害が発生したことが原因だったと言われています。最近では2022年にソウル駅を出発してプサン駅に向かっていた KTX が脱線事故を起こし、乗客7人が負傷した事故がありました。事故調査の結果、唯一脱線した4号車の車輪が事故現場から 3km ほど戻ったトンネルで見つかっています。そこには列車が脱線した形跡や破片もあったそうです。このことから4号車の車輪が先に外れたことで異常が検知され、走行列車に緊急ブレーキがかかったのが事故の原因ではないかと言われています。一方、安全性に関して日本の鉄道は優れているのです。そして日本の新幹線は技術力や車体の見た目などが優れているだけでなく、清掃員の質も非常に高いことが知られています。清掃員の仕事は定時運行率に大きく関わっているのです。新幹線は終点について折り返し運転をする際、清掃員たちによる車内清掃が行われていることをご存知でしょうか。一人で座席数が約100ある1両の清掃をたったの7分で終わらせています。約25メートルの車両を突っ切って、座席の下や物入れにあるゴミを集め、座席の向きを進行方向に変えた後、次は100あるテーブルすべてを拭き上げるのです。窓のブラインドも上げて拭き掃除をし、座席カバーが汚れていれば交換もします。作業が遅れているところがあればすぐに応援に行き、必ず7分以内に終わるように協力体制が敷かれているのです。この連携プレーによって定時運行が実現できていて、これに感動した外国人から高い評価を受けています。海外の反応。このエピソードに対してネット上で様々な意見が寄せられていたので、その一部をご紹介していきます。高速鉄道に関して日本に勝とうとするのは無理じゃないかな。韓国も最近は頑張ってると思うけど、技術で日本に勝とうとするなんて難しいよ。日本の鉄道技術の素晴らしさは世界一だからね。普通の快速列車と新幹線を間違えて威張っていたなんて恥ずかしいね。でも快速列車も新幹線と同じくらいとは言えないけど便利だよね。ひどい乗り心地とは思わないけど、日本に住んでいた時は何度もお世話になったよ。日本の新幹線は速度の技術や安全性も車内の環境も全てが素晴らしいんだ。総合的に見て世界一の高速鉄道は日本だと思う。世界的に見て日本の鉄道は優れているけど、速さに関しては世界一ではないのを知ってる？他の国に速さを抜かれているし、全ての項目が満点じゃないと世界一なんて言えないよ。以前日本に旅行へ行った時に新幹線に乗ったよ。僕は乗り物酔いしやすいんだけど、新幹線はほとんど揺れないから酔わなかったし、純粋に旅を楽しめて良い思い出になったんだ。また日本に行く機会があれば新幹線に乗りたいな。いかがでしたか？高速鉄道の速度という点では日本よりも優れたものを開発している国はありますが、高速鉄道の魅力は速度だけではありません。安全性、静音性、マナーなどを考慮して日本が世界一だと思ってもらえるのは日本人として嬉しいですよね。
これからも日本の新幹線が世界一だと思ってもらえるように私たちも気をつけていきたいですね。そしてそのような評価に携わっている人たちにも感謝の気持ちを忘れずに利用していきたいと思います。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。日本は時代遅れの国ですよね。世界の歌姫ケイティ・ペリーが日本を見下した韓国メディアを論破しました。クイーン・オブ・ポップと呼ばれ世界的な人気を誇る歌手ケイティ・ペリー、親日家としても知られ、11回の来日公演の他にプライベートでもたびたび日本に長期滞在しています。そんなケイティがソウルでの公演の際、韓国メディアからインタビューを受けました。するとその中でとある放送事故が起きてしまったのです。 J-POP をバカにし日本の文化は遅れていると侮辱する韓国人インタビュアー。しかし心から日本を愛しているケイティはこれに猛反論したのです。韓国人インタビュアーに対しケイティは一体どんな反論をしたのでしょうか。今回は人気歌手ケイティ・ペリーが受けたインタビューの内容とそれに対する海外の反応を合わせてご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。超親日家、世界的歌手ケイティ・ペリー。親日家として知られる海外セレブはたくさん存在しますが、その中でも世界的有名歌手ケイティ・ペリーの日本愛は群を抜いています。デビューして間もない頃より世界各国でブレイクする人気女性シンガーソングライターケイティはなぜ日本に深く魅了されたのでしょうか。彼女の来歴を紐解いていきましょう。ケイティ・ペリー、本名キャサリン・エリザベス・ハドソンは1984年アメリカのカリフォルニア州サンタバーバラで生まれました。牧師の両親を持ち敬虔なクリスチャンの家庭で育ったケイティは幼い頃からゴスペルを習っていましたが、ロックバンドクイーンの名曲キラークイーンに衝撃を受け15歳で音楽の道に進むことを決心。ところが2001年にリリースしたデビューアルバムケイティ・ハドソンは商業的には失敗に終わってしまいます。その後5年間はロサンゼルスを拠点に活動するものの厳しい下積み時代が続きました。そんな彼女に2007年転機が訪れます。本名からケイティ・ペリーに改名した彼女はキャピトルレコードと契約を結び、2008年に2枚目のアルバム One of the Boys を発表しました。すると世界中で700万枚を売り上げ一躍世界スターへと駆け上がったのです。2010年に発表した3枚目のアルバムティーンエイジドリームではなんと収録された曲のうち5曲が全米1位を飾ります。これはマイケル・ジャクソンのバッド以来の快挙であり、女性アーティストでは史上初の偉業となりました。さらに歌だけではなく彼女の魅力的な容姿とユーモアあふれる世界観のファッションもたびたび話題になっています。そのカリスマ性は若者の心をつかみ、今やケイティは SNS のフォロワー数でギネス世界記録を持つほどのトップアーティストです。そんなケイティが日本人と出会ったのはわずか4歳の時でした。幼いケイティは家族旅行に来ていたハワイで迷子になり、エレベーターの中に閉じ込められてしまったのだといいます。その時に助けてくれたのが5人の日本人の女の子たちでした。女の子たちは母親が見つかるまでずっとケイティを元気づけ、プールに連れてってくれたり、コーラ味のグミをくれたのだとか。この時の体験をケイティは大人になった今でも感謝しているといいます。またケイティの自宅に日本人留学生がホームステイしていたこともあったそうです。ケイティは当時のことをとても楽しそうにこう語りました。彼女たちの持ち物って何もかもハローキティの柄なのよ。完璧だし清潔、それにお箸で食事をしたりして超素晴らしいの。彼女たちの文化を見るのはたまらなく素敵だったわ。それ以来ずっと日本に夢中なの。このように子供の頃から日本人と接点があったケイティは超がつくほどの親日家となりました。しかしそんな日本を愛するケイティにとっては心を痛める出来事が起こってしまいます。日本人を助けたい、東日本大震災直後ケイティが取った行動とは。2011年3月11日に発生した東日本大震災、この未曾有の大災害は日本人である我々だけでなく親日家であるケイティにとってもショッキングな出来事でした。しかし世界的スターとして彼女はすぐに行動に出たのです。震災発生時ケイティはワールドツアーカリフォルニアドリームツアー2011の真っ最中でドイツに滞在していました。そして震災からわずか3日後のハンブルク公演で彼女はファンたちにこのように呼びかけたのです。
ハンブルクのみんな、もしライブ会場のグッズ販売コーナーに立ち寄ったら KP ライトスティックを買ってちょうだい。売り上げのすべてが日本赤十字に寄付されることになってるわ。そして私がファイアーワークを歌うとき、日本の人々のために光を灯しましょう。さらにこの取り組みは次の公演先であるオランダのアムステルダムでも行われ、ツアーの間莫大な寄付を日本の被災者のために募ってくれました。また SNS でもファンたちに向けて、この日を忘れないためにも日本に祈りを、もし可能ならば赤十字へのメールを通じて日本の緊急救援基金に10ドルを寄付してくださいと投稿しています。さらには同年5月、原発事故を受けて海外アーティストの来日キャンセルが相次ぐ中、ケイティは日本に元気を届けるため来日公演を決行します。日本のみんなが大好き、きっと復興できると信じてると会場を盛り上げ、キュートでセクシーなケイティワールドで日本のファンたちを魅了しました。震災の絶望的な空気が流れていた日本において、この華やかなショーがどれだけファンたちの心の慰めになったことでしょうか。一方でケイティもまた日本のファンたちに元気をもらっていました。2013年に来日した際にはインタビューで、日本のファンは最高よ、他の国に住んでるファンには悪いけれど、これが真実、これは日本でしか言わないわ、本当に最高のファンよ、優しくてエキサイトしてくれて礼儀正しいから、礼儀は私が特に敬意を示している部分、私のことを優しく接してくれる、思わず感無量になってしまうのもとってもスイートよね。それに素晴らしいファンアートやプレゼントをくれるの、大好きなハローキティのものだったり、いつも部屋いっぱいになるほどプレゼントをもらうわ。私の姉に女の子が生まれるから全部持って帰る。本当にスーパー可愛いから接するのも全然苦にならない。本当にグレートで一番好きなファンよ。と溢れんばかりの愛を語っていました。彼女が東日本大震災で献身的に行動してくれたのは、愛する日本と日本のファンへの恩返しの気持ちがあったからだったのですね。日本の礼儀や文化に影響を受け、自身もとても謙虚で礼儀正しいケイティ。しかし、そんな彼女でもどうしても反りが合わない国があります。お隣の韓国です。日本をバカにする韓国人インタビュアーをケイティが一括。トップスターとなった今でもケイティが大切にしていること、それは自分で曲を書くことです。特に歌詞を大切にしている彼女は、聴いた人が共感できるもの、自分が経験したことを人に伝えたいという信念を持って曲作りをしています。そんなケイティは2010年にリリースした韓国人歌手イ・ヒョリのチキチキバンバンに対して、私がこれまで聴いた曲の中で一番自己中心的な曲だ、他のことについて語ることはできなかったのかな、いつも同じような曲ねと批判しました。チキチキバンバンとは韓国語で車のクラクションを表す言葉で、自信に満ちたイ・ヒョリの私が通るからみんなどきなさいという気持ちが込められた歌詞になっています。いつも謙虚で弱い人、悩める人を励ましたいという心情を持ったケイティとは相入れない曲だったようです。すると今度はケイティが韓国側から批判されてしまいます。2017年に発表されたケイティがデザインを手掛けたシューズの新商品をめぐって韓国で炎上騒ぎが起きたのです。彼女がデザインしたのはピエロをモチーフとしたスリッポンシューズでしたが、その写真が SNS に投稿されると、シューズの背景の赤白柄が旭日旗を連想させると思わぬ苦情が殺到したのです。韓国で軍国主義の象徴とされ、アレルギーのごとく過敏に拒否反応を示す旭日旗。しかしもちろんこのデザインの意図するところはサーカスのテントであり、旭日旗とは何の関係もありません。ケイティのファンが擁護するものの、この騒ぎはわだかまりを残し、2018年に彼女が初めて韓国を訪れた時も一部の韓国人からは歓迎されなかったようです。しかしプロであるケイティは韓国のファンにも敬意を示し、韓国語での挨拶や韓国の伝統的な帽子アヤムをかぶったファッションでファンサービスを行いました。そしてソウルに来るのに10年もかかったなんて信じられない、大変長らくお待たせして申し訳ございませんでしたと謝罪の言葉さえ口にしたのです。こうして韓国とのわだかまりが解消したかのように思えたケイティでしたが、帰国後に受けた韓国メディアのインタビューでとある騒動が起こりました。インタビュアーから初めて韓国を訪れた感想を聞かれたケイティは、食べ物が美味しいし
若い人たちは音楽が大好きだし、とてもクールだと思う。と好印象を受けたことを伝えます。そして K-POP アーティストについても、音楽がとてもキャッチーで耳に残るから、みんなが何度も聴きたくなるのも理解できるよ、と評価しました。自国を持ち上げてくれるケイティに、インタビュアーも気を良くしたのでしょうか。インタビュアーは、彼女の逆鱗に触れる愚かな質問をしてしまったのです。日本の音楽はレベルが低いですよね。日本は韓国やアメリカと比べると遅れていると思う？インタビュアーは、ケイティがこの問いに同意してくれるものと思っていたことでしょう。しかし実際には彼女は即座に猛反論を開始したのです。こんなに常識のない質問は初めてよ。全然そうは思わない。K-POP は確かにアメリカの音楽に似ているけれど、日本の音楽はオリジナルなの。方向性が違うだけで遅れているわけじゃない。日本の音楽には独自の魅力と文化があって、それがとても素晴らしいと思う。そうまくしたてたケイティは、さらに熱弁を続けます。世界規模の音楽チャートであるビルボードグローバル200を見れば、実は J-POP もたくさんランクインしていることがわかるわ。確かにアメリカでは K-POP の方が受けがいいよね。でもそれは日本の音楽産業が海外に積極的に広報しないから。だって日本は世界で3番目に大きく安定した音楽市場を持っているから、音楽レーベルやアーティストに国内で完結する意識が強いのよ。ケイティの J-POP 愛はまだまだ止まりません。それに最近、日本の7、80年代のシティポップが海外で再評価されているってこと知ってる？特に竹内まりやアンリの曲が大人気。甘美でノスタルジックなメロディーが Z 世代に受けているの。あまりにも止まらないケイティに、韓国人インタビュアーも困り果てたのでしょう。ケイティの話の途中で、そう、時間を割いてくれてありがとう、バイバイ。と、つまらなそうにそそくさと立ち去ってしまいました。日本愛が止まらないケイティの究極の夢とは。韓国人インタビュアーが逃げ出してしまうほど日本愛が強いケイティですが、もちろん彼女の愛情は J-POP だけにとどまりません。日本食が大好きな彼女は寿司や和牛など外国人が好みそうなものは一通り堪能していますが、一番好きなものはなんとローソンの唐揚げくんなのだと言います。日本の朝の人気番組だったスッキリに出演した際は、大好物の唐揚げくんを頬張りすぎて口からこぼしてしまうというお茶目なハプニングも発生しました。日本のファッションにも興味津々の彼女は、京都で天ぷらを食べた際に、酒を飲みすぎちゃったけどとっても楽しかった、そこで見た衣装を次のツアーに盛り込みたいと思ってるの、と語り、その言葉は後に有言実行されました。アメリカのロサンゼルスで行われたアメリカンミュージックアワードのオープニングを飾るステージでアンコンディショナリーを披露した際には、着物風の和柄ドレスに日本髪風のヘアセットで登場。赤い鳥居が建てられた日本庭園のようなステージを背景に、三味線や和太鼓を取り入れた演奏と、日本語で大きく愛と書かれた扇子を使用するなど、日本愛に満ちたパフォーマンスを披露しました。さらに日本の文化や風習にも積極的に参加するケイティは、2017年の年末に夫のオーランド・ブルームと来日、新宿で日本人に混ざって年越しのカウントダウンを楽しむと、翌朝オーランドの SNS から明けましておめでとう、みんな大好きというローマ字のメッセージがホテルから見える富士山の写真とともに投稿されました。さらに元旦には大好きなサンリオピューロランドを訪れるなど、年末年始を日本で満喫していました。日本のアーティストとも仲が良く、特にキャリーパミュパミュとは親密なようです。彼女のことが大好きよ。曲もとってもキャッチーだし、ファッションセンスも好き。それにとっても優しくて、おすすめのショッピングスポットを教えてって言ったら、いろいろなお店を丸々1ページ使って書いてくれたわ。まだ行けてない場所もたくさんあるの。歌姫であり、独特のファッションセンスを持つ者同士、2人は意気投合した様子です。SNS にもたくさんのツーショット写真が上げられていました。そんなケイティには、ある究極の夢があると言います。2022年の来日公演でのインタビューで、彼女は以下のようにインタビューに答えました。コロナ禍でずっと日本に戻ってこられなかったのですが、昔からのファンも見に来てくれました。いつか日本に住みたいの。それが私の究極の夢。今まで日本への愛に突き動かされて、類まれな行動力を示してきたケイティ。彼女ならいつかその夢を実現させてしまうかもしれません。海外の反応。韓国メディアの失礼なインタビューには、
海外のネットユーザーからも批判のコメントが相次ぎました。その一部をご紹介します。日本の音楽が遅れてるですって。ケイティがきっぱり、それは違うって一括してくれてよかった。私は日本の音楽が大好きだもの。K-POP はアメリカの音楽に似ているから新鮮味がないよ。J-POP は地球上で唯一無二って感じ。K-POP で受けてるのは BTS とか一部の熱狂的ファンがついてるアイドルだろ。J-POP は様々なアーティストがビルボードグローバルにランクインしてる。才能あふれる人がいっぱいいてワクワクするよ。日本の昭和のシティポップってとってもクールよね。大人たちはこの魅力に気づかなかったのかな。私たち Z 世代はこのレトロでおしゃれな音楽に夢中よ。なかなか CD が手に入らないから、日本に旅行に行った時は必ず CD ショップに行くわ。いやいや、J-POP はダサいだろ。ダンスのパフォーマンスも低いし、曲のノリが悪くて全然踊れない。K-POP を見習うべきだね。ケイティが謙虚で礼儀正しくて、ファンに寄り添ったパフォーマンスをしてくれるのは、日本に影響を受けてたからなんだね。なんだか納得。いつか彼女が日本に住めるように私も応援するよ。いかがでしたか？国ごとの文化はその国独自のものであり、優劣はつけられません。韓国人インタビュアーが見下していた J-POP は日本人の謙虚な国民性のためか、なかなか海外の人々に届きませんでした。しかし近年、若い世代によってその良さが発見されつつあります。近い将来、日本のアーティストたちが海外チャートを賑わし、ケイティとコラボする日が来るかもしれませんね。それでは今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。アジアの王様は韓国です。日本経済を見下して嘲笑する韓国人が世界中から大爆笑されています。日本の経済社会は今、エネルギー、資源、食料の制約や少子高齢化、人口減少などの課題、地域社会の疲弊といった構造的な問題を抱えています。そんな中、ある韓国人女性が日本にいる友人に会いに行くことになったのです。韓国がアジアのトップよ、勝手にそう思い込んでいる韓国人女性は日本を見下す発言をしました。しかし日本に行った彼女は思わぬ現実を突きつけられ、赤っ恥をかくことになったのです。韓国人女性は一体どのような現実を知ることになったのでしょうか。今回は反日教育で偏った考えを持った韓国人女性のエピソードと、それに対する海外の反応をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。反日教育を受けてきた韓国人。私はキムと申します。名前からわかる通り、私は韓国人です。韓国で生まれ育った私は小さい頃から反日教育を受けてきました。そんな私は先日日本へ行く機会があったのです。もちろん日本へ観光目的で行ったわけではありません。とても仲の良い幼なじみに会うために仕方なく日本へ行くことにしました。幼なじみの名前はミサトと言います。ミサトは日本と韓国のハーフです。幼なじみといえば聞こえはいいですが、実は私はミサトのことが大嫌いでした。それでも会おうと思ったのは、ミサトの落ちぶれた姿が見たかったからです。彼女と出会ったのは小学生の頃でした。でもその頃から私はあの人のことが大嫌いだったのです。なぜならばミサトには日本人の血が流れているから。学校でも日本は韓国の敵だと教わってきたので、自分たちの民族の敵の血が流れる人を受け入れるなんて考えられなかったのです。それは私だけではないと感じていました。ミサトも私を嫌っていたようで、いつも私を見下していたのです。テストでは常に私より良い点数を取り、学校行事のマラソンでも常に3番以内には入っていました。一緒にカラオケに行くと私よりもはるかに高得点を叩き出すのです。それならば私が得意なゲームで倒してやろうと意気込み対戦を申し出ましたが、一瞬にして倒されました。そんなミサトはそこそこ顔も良く、クラスの男子たちから大人気だったのです。日本は韓国の弟分のくせに、日韓のハーフであるミサトの方が常に私よりも上にいることが気に食いませんでした。私は悔しくてミサト、そしてクラスメートたちに現実を思い知らせるため勉強に打ち込んだのです。他の人たちが遊びほうけている時も、彼女に勝つことだけを考えて勉強し続けました。そして大学受験を迎え、私はようやくミサトに勝ちます。私は十分高学歴に数えられる大学に受かったのです。一方のミサトはというと、受験に失敗したのか分かりませんが、どこの大学にも受からなかったのではないでしょうか。やはり学力ほど大切なものはありません。韓国では一流大学に入らなければ社会的な排除を意味するとまで言われています。
受験に失敗すると残された道はチキン屋のみ、それ以外は生きる意味がないとよく言われているほどです。一流大学には入れなかった美里、つまり彼女の将来が終わったのも当然です。そして将来が閉ざされた美里は惨めったらしく日本へ引っ越したのでした。そして数年後、美里から突然連絡が来ました。久々に会いたい、だから日本に来ない。それを見た私は、やはり日本は極悪人だらけで治安が悪い、だからきっと美里は日本でも負け犬で現実に耐えきれなかったんだ、そして私を呼び出したということは韓国へ戻るつもりなんだろうと思いました。しかし受験に失敗した美里には韓国では就職先がありません。だから私に頭を下げて仕事の口を聞いてもらうつもりだと予想しました。大学受験に成功し一流企業に就職できた私の予想は必ず合っているはずです。美里の態度次第では考えてやらないこともない、そう思っていました。しかしまずは彼女が過去の無礼な態度を謝罪し改めることが条件です。そして今後一切私には逆らわず、私の言うことは何でも聞くこと、それが最低限の態度だと思います。私は美里が頭を下げる姿を想像しにやけてしまいました。半日の私は日本なんか行きたくありませんでしたが、彼女の惨めな姿を想像するとワクワクしてきます。美里が私に謝罪する姿をぜひとも見てみたいと思い日本行きを決意したのです。幼なじみとの久しぶりの再会。そして日本に到着した私を出迎えた美里は思った以上に元気で、私は少しがっかりしました。久しぶりだね、元気にしていたの？とりあえず私の家に行こうよ。もっとやつれて卑屈な態度を想像していたのですが、美里の様子は少し違いました。しかし外で大勢の目があったので、彼女は強がっているのだろう、彼女にも一応プライドがあるだろうから、私はそう考え、今後の展開が楽しみで仕方がありません。そして電車を乗り継いで彼女の家の最寄り駅で降りました。ついでに日本の街並みでも見ようと思います。一応先進国を自称するだけあり、周辺はそこそこ栄えていました。そして駅からは徒歩で美里の家に向かいます。駅から遠ざかるにつれ店舗の数は減り、そのうち店らしきものがなくなりました。やはり日本は韓国より発展していません。駅周辺にだけ店を構えてそれらしく見せるなんて日本人らしい考え方です。私は日本が韓国よりはるかに劣っている現実を見ることができてとても満足でした。そうこうしているうちに家に着きます。さあ上がって、私は一人暮らしだから変に気を使わなくても大丈夫だからゆっくりしてね、そう言われ部屋に上がりました。韓国の物件より心なしか綺麗な気がします。そんなことを思っていると私は衝撃的なものを目にしました。ない、この部屋にはトイレがないのです。一瞬慌てましたが冷静になり、あたりをじっくり見ました。はじめはトイレがないほどのボロ物件なのかと思いましたが、それは違ったのです。もしかしてトイレのことかしら、トイレならここだよ、そう言いながら美里が目の前のドアを開けると、そこには堂々と便器が鎮座していました。私にとってその光景は衝撃的でした。韓国の賃貸ならトイレはキッチンの横にあるのが一般的です。というよりは私のような新社会人が借りる安い賃貸ではそれが普通なのです。私はこのようなトイレのついた家に住むことができません。彼女は私より稼いでいるという事実を知り、とても大きなショックを受けました。昔からそうです。いつも彼女は涼しい顔をしてさりげなくマウントを取ってきます。私はすでに怒りが爆発しそうになりましたが、それを悟られないように冷静に装いました。ここで怒ったりなんかしたら彼女が喜ぶのが目に見えていたからです。その後はお互いの近況など取り留めもない話をして時間が過ぎました。そして夕方になろうかという時です。美里がこんなことを言い出します。よかったらこれから街に繰り出して飲まない？実は会社の先輩がキムが来ることを知ってぜひ一緒に飲んでみたいって言うのよ。その先輩がキムにいろいろ聞きたいんだって。一瞬なんで私が日本人なんかと飲まないといけないのかと思いました。しかし日本では今若者を中心に韓国のものが流行っていると聞きます。つまり韓国に憧れている日本人がこの私から韓国のことを聞きたいということです。多くの韓国人は日本人なんて見向きもしていません。これほどかわいそうなことはないでしょう。哀れな日本人にこの私が慈悲でもかけてやろう、そう思った私は美里の誘いを受け入れました。たっぷりと憧れの地韓国について聞かせてやろうと思ったのです。文化の衝突。そして私たちは2人で夜の街へ繰り出しました。待ち合わせ場所は美里の家の最寄り駅です。
あまり大きくない駅ということもあり、私たちはすぐに合流することができました。今日は来てくれてありがとう。美里さんと同じ職場で働いている彩子です。なんと私に対し彩子さんはわざわざ韓国語で挨拶してくれたのです。これには一瞬驚きかけましたが、韓国に憧れている日本人であればこれくらいするものだろうと考えました。彼女の必死さのにじみ出ている韓国語に笑い出しそうになるのをこらえ、先輩が見つけた店へと向かいます。ここのお店よ。紹介されたお店は安くで飲み食いできると評判なのだそうです。私は掘ったて小屋を想像していましたが、外観だけはそこそこ良い雰囲気のお店でした。店内は掃除が行き届いていて、それなりに綺麗です。日本語のメニューなんて読めないですが、それを指しながら美里がこちらに話しかけます。ここら辺に書かれているのが焼き鳥で、こっちが唐揚げとか揚げ物で、この辺が卵料理だよ。そう説明され、メニュー表を目で追うとあることに気がつきます。韓国よりはるかに安い金額が書かれていたのです。韓国では居酒屋といえばどこも高くつきます。そのため私のようなお金のない新社会人は、飲むとしたらカフェバーになるのです。それでも居酒屋に行くとすれば、必然的にしょぼいお店ばかりになってしまいます。私は驚きのあまりしばらくの間身動きが取れませんでした。初めて見ると驚くよね。そう笑いながら先輩は話します。この値段で提供できるのは日本の経済力があるからなんだよね。日本は本当にすごいわ。そのように話す先輩はとても腹立たしく感じました。ですが私はそれを必死に抑え込みました。なぜならば目の前にいるのは、かつて我が朝鮮民族に対し暴虐の限りを尽くした極悪な日本人だからです。私が反抗したら何を仕返されるか分かりません。必死に怒りを抑えるために隣にいたアメリカ人観光客に話しかけます。 K-POP を知っていますか？韓国のエンタメは世界一ですよね。その人たちは一瞬戸惑いましたが、グッドと笑顔で答えてくれました。私はそのおかげで何とか持ちこたえます。一方で怒りを抑えるのに必死な私をよそに、二人は盛り上がっています。私が日本に住んでみて最初に驚いたことは、お母さんが自転車で幼稚園まで送る光景です。ああそれはすごいわよね。日本の治安の良さがにじみ出ているの。会話の内容は日本を褒めるようなことばかりです。そのような二人の会話を聞いているうちに、私は耐えきれなくなりました。韓国は世界で一番優秀な民族よ。あなたたちのような汚い日本のことを私の前で話さないで。さっきから黙ってれば好き勝手にグダグダ話して、もうすぐ滅ぶ国なのに、いちいち韓国と日本を比べないでほしいわ。あなたたちはもうすぐ韓国に負けて私たちにひれ伏す立場なのよ。そんな立場のくせに私の前で調子に乗らないでくれる？肩で息をしながらそう叫びました。二人はポカンとした表情で私の顔をじっと見つめています。しかし私の怒りはそれだけでは収まりません。韓国の文化は日本を圧倒的に上回っているの。自動車半導体の産業を見ればわかるでしょ。私たち韓国はあなたたち日本よりも圧倒的に上を行っているわ。日本は私たち韓国の下なの。あなたたちは韓国人に従い屈服するのよ。一息でそう言い切った私はとても爽快な気分です。しばらくの間勝利の余韻に浸っていました。日本滞在で感じた誤解と気づき。しかしそんな私を見て呆れ返ったように先輩が言いました。はあまだそんなこと言ってんのキム。頭大丈夫なの？私は訳が分かりません。だいたいあなただって韓国語を話しているでしょ。それはつまり韓国に憧れているってことだよね。それこそあなたが韓国に憧れてわざわざ覚えた証拠じゃないの。韓国人が日本人に憧れることはないけど、日本人が憧れるくらい韓国はすごい国なのよ。それに対し先輩から返ってきた言葉は意外なものでした。いや私も韓国人よ。それは一体どういうことなのでしょうか。お酒の回った頭で必死に考えます。勝手に日本の負け犬だと思っていた先輩は、なんと韓国一の秀才と言われているソウル大学出身でした。ソウル大学は私が卒業した中央大学とは比べ物にならないくらいエリート大学です。私はその事実にどうも納得がいきません。どうにか先輩の学歴を暴こうと必死に考えました。何よ、高学歴だと言うならせめてスカイくらいは出ておいてほしいわ。そんな風に私をバカにしてきます。でも当然私はそれに納得しません。そのように全く折れない私の様子を見て先輩は呆れたように言いました。なんかキムを見ていると昔の自分を思い出すわ。いい？韓国では常識であったことも世界から見ると非常識なのよ。
その調子で先輩は世界情勢と韓国が世界からどう見られているのかを話し続けます。そこで先輩は過酷な現実を語りました。しかし長年の教育で偏った考えを植え付けられてきた私は何を言われても納得できるはずがありません。そんな私を見て先輩は日本に滞在している間日本のいいところを見せてあげると意気込んでいました。一緒に日本観光をする提案を先輩から受けた私ははっきり言って嫌でしたが、先輩がどうしてもというので嫌々ながら受け入れたのです。この時私は全部論破するつもりでこの提案を受けたのでした。しかし結果的に論破されたのは私の方です。まず驚いたのはトイレの綺麗さでした。汚い以前に日本のトイレはどこでもトイレットペーパーを流せるのが当たり前となっています。次に接客マナーです。特にコンビニの店員さんは韓国と大きく違っています。韓国だと店員がスマホをいじっているのは当たり前です。声をかけるとだるそうにしたり無視したりすることも多くあります。しかし日本ではそんな光景を見ることはありませんでした。そしてキャッシュレス化です。はじめ日本は韓国より遅れており現金しか使えない場所が多くて面倒くさいと感じていました。ですがこれは遅れているのではありません。日本の現金は偽札が少ないことの証明そのものなのです。アナログ技術を残すことで緊急事態に対応できるようにしているのです。また日本の音楽が世界で売れないのも日本の音楽市場が国内向けの仕様なだけでした。失敗したというわけではなかったのです。他にもいろいろな現実を突きつけられ何一つ反論できずに終わりました。要するに私たち韓国人のほとんどが都合のいい情報に乗せられていただけだったのです。今のままでは韓国は世界から笑われてしまうわ。だからそんな偏った考え方を捨てなさい。先輩はそう言い続けていました。先輩が言うには私たち韓国人はみんな洗脳されている状態なのだそうです。そして海外に出た韓国人の一部は外国で暮らすことで自然と洗脳が解けていきます。初めて見えた真実。先輩はそこそこのゲーマーでそれなりの腕前だと言います。ところがある日オンラインの対戦でどうしても勝てない人がいました。それが日本人プレイヤーだったのです。 e スポーツは韓国ほど盛んではないのにどうしてこの日本人は強いのか。それを調べているうちに昔のゲームファミコンに出会います。ヒントで解けない謎解き、初見殺しの数々の罠など、そこにはありえない難易度と不条理さに満ちた世界がありました。このようにファミコンにのめり込んだ先輩は韓国にないソフトが欲しくなったそうです。そして本場のソフトを入手するため日本を訪れました。しかし日本でソフトを探しますがそのうちに資金が尽きてしまったそうです。そんな時に出会ったのが美里のお父さんでした。なんと今勤めている会社の社長なのだそうです。もともと韓国に住んでいたことで韓国人に偏見がなかった社長は先輩をバイトとして雇ってくれました。そしてしばらくして正社員にしてくれたといいます。しばらく日本に住んでいるうちに反日感情などどうでもよくなったのだそうです。そんな先輩が私に会いたがった理由はここ数年で韓国人に変化があったかどうか、それを実際に見て知りたかったからだといいます。私を見た先輩は現実を教えるべく私に付き合ってくれたのでした。日本に勝った負けたと言っているのは世界を見ても韓国くらいです。それを身をもって知った私は死ぬほど恥ずかしくなりました。日本滞在の期間に多くのことを知った私は帰国してから日本の歴史に興味を持ちました。調べていくうちに韓国がどれほど嘘をついているかを知ります。そしてもう一つ重要なことが分かりました。それは美里の受験のことです。私は美里が受験に失敗し日本へ逃げたと思い込んでいましたが、実際は高校卒業とともに日本への引っ越しが決まっていたといいます。日本に行って現実を突きつけられた私はまず自分自身から変えようと思っています。結果的に痛い目を見るのは韓国の方ですし、いい加減過去のことは忘れるべきだと思います。まだ新社会人の私には大したことはできませんが、一歩でも踏み出さないと永遠に韓国が変わることはないでしょう。まずは反日教育で植え付けられた偏った考えから変えていこうと思っているところです。海外の反応。今回のエピソードに対し海外からたくさんのコメントが届きましたので、その一部をご紹介します。隣国なのになぜここまで違いがあるのだろうか。日本って本当に素晴らしい国だよね。それに対して韓国は見ているとこっちが恥ずかしくなるよ。韓国が世界一ってよく言えたな。日本の謙虚さは韓国人も見習った方がいいよ。日本人の謙虚な姿勢はアメリカ人の私からすると守りたくなるんだよね。
それに韓国人がそれほどまでに自国に自信を持てる理由がわからない。日本人の心の綺麗さは何にでも現れているよね。特に日本に行った時の店員の接客マナーには驚いたわ。日本のおもてなしは素晴らしすぎるよ。私は日本人が謙虚すぎて、日本人と接する時は少し気を使ってしまうんだ。もう少しフランクに接することができるといいのにね。やはり根本は教育にあるよね。日本の学校教育は世界が見習うべきだと思う。小さい頃の教育がしっかりしているから、日本人ってあれだけ立派なんだろうな。いかがでしたか？世の中には偏った考えを持つ人々がたくさんいます。今回のエピソードで分かったように、最終的に恥をかくのは自分たちなのです。皆さんは恥をかかないように正しい情報を得て、様々なことを判断していきたいですね。韓国からどんなことを言われたとしても、日本は様々な面で世界から称賛されています。私たちは日本人であることに誇りを持ち、自信を持って行動したいですね。今回の動画はこれで終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。